もう過労死に関しては回答を差し控える差し控えるのオンパレード。一言で言えばこれ過労死隠しじゃないですか。特別指導に過労死が関係しているかどうか言えませんって、それ何ですか。それ過労死を何て考えてるんですか。なんで特別指導したときに長時間労働だけで特別指導したのか、過労死人死んでてこれダメですよって言ってないの。これ言ってなかったら私本当考えられないよ。過労死が起こってるのを知ってながら、そのことは労働局長は社長には一言も触れない。そんなことってあるんですか。と一般のこと言ってるんじゃないんですよ。個別の案件って特別指導って事実上史上初ですよ。史上初の厳しいことをやっときながら、繰り返し言いますけどね、なんで私たちが黒塗りを取れて言ってるのかというとね、史上初特別指導をやったって安倍総理も加藤大臣も胸張ったんでしょ。自慢したんでしょ。はっきり言って NHK 生放送で全国中継で胸張って特別指導を やったって言ったときながら、いまだに経営については言えません。ちょっとする時のページも主な理由の1番目も言えません。まだ理由の2番目が言えないだったら分かりますよ。大いに自慢して宣伝しまくった特別指導の主な理由、ここの配布資料のにありますけれど、配布資料のこの7ページの右ですね、理由丸1は黒塗り、理由丸2が長時間労働ですよ。いや本当にね、もう過労死隠し隠蔽もいい加減にしてほしいですよ。特別指導という成り物入りのことを やっときながらね、いまだに特別指導をやった理由は言えません。経過は言えません。肝心の過労死については何も言えません。これで過労死対策やってるって言えるんですか。過労死隠しじゃないですか。ちょっとそのごめんなさい、いつもだけちょっとあの関連でちょっと皆さん局省全体の話なんでね、ちょっとあの答えていただけるならありがたいんですが、昨日ですね、東京労働局長が、懲戒処分を受けましたね。減給3ヶ月10日でしたっけ。それから降格ですね。でそれでその昨日にですね、同じ厚労省の健康局長がこれセクハラのメールで、注意を受けていると。でさらに今後の調査によっては処分も、まあ、あり得ると、まあ、こういう報道なんですけど、これ省内のことで、しかも局長ですからね、ハラスメント対策をまさに働き方改革で先頭に立ってやっている厚労省の中で、局長がそういう状況にあることに対して省内でですね、まあ、このことについての周知やあるいは再発防止策の徹底とか、なんかそういうやり取りはあったんですか、なかったんですか。それも皆さん働く環境の問題なんで分からないように教えていただけませんか。ちなみに財務時間がセクハラの疑惑報道で、今日麻生大臣は本人も覚えてないと言ってるから調査もしないし処分もしないと、まあ、要はこれもみ消すことになりかねませんからね。だってそうでしょ、実際に被害を受けてる人は証拠も報道してる側は持ってるみたいですからね。だけど厚労省は一応局長は、東京労働局長は処分をしたと、しぶしぶね、野党のいろんなあれもあって。で健康局長についての今の状況、それから皆さんにそういうことが省内で起こらないで周知徹底とか、そういうことを今図られているか、省内全体のことですから皆さんもご存知だと思いますので、お答えいただける範囲でお願いしますか。ちょっと答えしてもらって、答えてもらって石橋先生もね、パワハラ防止法を今作ってるんですよ。ちょっとそれ答えてください。大事なことなんですよ、これ安倍政権全体に関わりますよ。これセクハラパワハラ政権になりますよ。今お尋ねになったセクハラ の関係は、私も、まあ、報道とかで見ている状態ですが、あのちょっとそんなことについて、あの責任を持ってお答えできる。いや、省内周知が図られているかどうかです。すみません、あの再発防止含めて。そこもあの、まあ、結局あの、まあ、人事当局としてどうしていくかということだと思いますね。そのことも私ども、あの現局の立場で、つまり全然周知図られてない、こういう事案が発生してるから、省内で重々注意してください。そういうこと一切行われてないんですか、厚労省ハラスメント対策の担当の省庁として。すいません、私もあの私自身のことで言えば、その今
国会内いろいろ質問させていただいたりしている中で、どういう動きになっているかということを省内の動きという意味でも承知していないので、承知していないということは、まあ、その省内でそういうことはこういうことが起こっているから、まさに働き方改革これから法案を皆さん出そうとしてるんでしょ。そういうことがないように局長ですよ。しかもそういうことは周知されてないんですね。じゃあ省内でされてないということですね。で、私はすいません、あの状況をまあ、承知してないっていうか、知らないってことは周知されてないってことですよね。だって人気感が知らないんだったら、いやみんな知らないです。私すいません、個人的に日程で考えるとほとんどデスクにないので、じゃあ他の皆さんそれぞれ承知してないし、そのことについてはやはり私どもではなくて、人事当局から、いやいや、それは人事当局は調査して処分も含めてやる部局でしょ。省内にこういうことが起こってるから働き方改革、ハラスメント対策重要だから重々注意しましょうとか、そういうことが周知されてないんですかっていうのは皆さん当事者ですよ。当事者ですよ。いや、他の方々もよかったら教えていただきます。もともと人事当局からというか、官房からはですね、その日頃、いろんな形で、セクハラの防止とか、セクハラに限らず、それ日頃じゃなくて今回の事案です。今回の事案はどうであるかということについては、恐縮です、この場で私どもが誤解と申し上げる立場にないと思っておりますので。いや、そうじゃなくて、皆さん一人一人そういう周知を聞いてるかどうかということなんですから。別に処分とか調査しろとか言ってるんじゃないんですから。厚労省内でそういうことを気をつけましょうっていうのは周知すらされてないんですか。もう報道も機能されてるのに。だって注意が行われたんですから、その後の処分についてはこれからだけど、注意が行われてるんでしょ、局長に。それ事実じゃないんですか。じゃあ昨日の報道は、その点についてもちょっとすみません、私が責任を持ってお答えできる立場に。じゃあ皆さんに周知されたかどうかぐらい答えてくださいよ。それも私どもでなくて、官房にお聞きをいただければというふうに。いや、これね、私たちもね、改めて聞いたら譲れないのは、あれだけ裁量労働制の拡大で大問題、大議論をしたんですよ。あれだけ衆議院、参議院の予算委員会で、あれだけ裁量労働制の拡大で大議論して、それでそのにもかかわらず、総理と加藤大臣がいい制度です、いい制度ですって言い続けたわけですよ。ところが今になって、いや、その時に実は過労死あったら知ってたんですよ。あるいは先歩譲ってその過労死のことを大臣や総理大臣には厚労省を挙げてませんでしたと。これはっきり言ってどっちにしてもどっちにしても国民を騙したということですよ。スリーアウトです。安倍総理が騙したのか、加藤大臣が騙したのか、厚労省が騙したのか知りませんけれど、どっちにしても安倍政権は国民に嘘をついて、国民に騙して裁量労働制はいい制度だと PR したという、これはね、正直言ってちょっとやそっとの問題じゃないですよ。これはね、ちょっとあんまり私ばっかり喋って申し訳ないけれど、裁量労働制のデータ捏造によりもひどい捏造だと思いますよ。野村不動産問題というのは、過労死を2005年から裁量労働制を営業に導入してた野村不動産が10年経っても過労死が起こらないと取り締まれなかったという大失敗例なんですよ。本当は過労死、人が死なないと裁量労働制の違法というのは取り締まれないという大失敗例であるにもかかわらず、そのことを隠してあたかも安倍総理や加藤大臣は西村さん、高橋さん、大西さんの裁量労働制って危険じゃないんですかという質問に対して、いえいえ、しっかり取り締まってます、これからも徹底的に指導しまして、安倍総理は本当に自慢げに答弁されましたよ。ということは、野村不動産の過労死を逆政治利用して、過労死を隠して特別指導というものだけ PR して、裁量労働制の拡大の PR 材料に使ったんですよ。そうだ、これは裁量労働制のデータ捏造以上の非人道的な捏造だと思いますよ、国民に対する。だからそういう意味ではね、申し訳ないけれど、いや、安倍総理が当時知ってたか知らないか分かりません、加藤大臣も知ってたか知らないか分かりません、では済まないんです。申し訳ないけど、すみません、これは。